ではシーテッドレッグプレスという足の筋肉とお尻の筋肉を鍛えるマシンの紹介をします。ピンの調整をします。ピンの調整ができましたら座ります。座って足を上げるんですけど、ここで窮屈だなと感じる方は前に銀色のレバーがあるので、こちらで前後調整していただけます。で、椅子の調整終わりましたら足を上げて足の位置を決めていきます。足を置く位置なんですけれども、とプレートの真ん中あたりに置いていただいて、つま先を少しだけ外向けます。これは膝が内側に入るのを防止するために少しだけ外向けてもらいます。で、そこまでできたらあとは押し出していくっていう動きなんですけど、この時に膝が伸びきれないようにしてください。と疲れてくると膝が内側に入ったり外側に逃げたりしやすくなるので、必ず膝は腰幅に合わせます。